はい、どうも皆さんこんにちは、お関です。はい、今回なんですけど、ガネーシャの秘宝っていうね新しいダンジョンが来まして、こちらでね、クリアすると金のねメダルがもう確定で1枚メールボックスに届く仕様になっていて、めちゃくちゃうまいっていうことなんで、今回ねこちらの周回編成の方を、紹介していきたいと思います。とは言っても正直ちょっとダンジョン自体がギミックが多すぎて、ちょっと周回編成と呼べるのかどうか危ういんですけど、まあ確実にね勝てる安定した編成ということで、皆さんに紹介していきたいと思います。その編成がこちらなんですけども、今ね PDC が出てると思うんですけど、編成を組まれる方はこちらを見ながら、やっていただければなと思います。それでは1体ずつ見ていきましょう。はい、今回使うのは、極性のシェアとですね、はい、聴覚性にはスキューブプラスをつけて、潜在はねもう全部そうなんですけど遅延6でお願いいたします。継承には今ねコラボでやっている悪魔の手の方を使っていきたいと思います。はい、2体目から5体目まではサビマコですね。はい、今回もねサビマコループでどんどん倒していきたいと思います。で、継承には白龍のカードですね。こちらがねバランスキラー持ってて、あとお邪魔も持ってるということでかなり優秀なので、白龍のカードを使っていきます。聴覚性には無効貫通お願いいたします。で、次のサビマコも、聴覚性無効貫通で、継承には、上杉の武器ですね、スキブも漏れて、お邪魔4つも持ってて、お邪魔対策ということでこちらの武器を採用しております。3体目の、サビマコには、聴覚性はもうつけていないんですけど、スキブとね雲を持ってるパガン武器を採用しております。さあ5体目、4体目のサビマコには、転生ネネですね、転生ネネを使っております。消せない解除してくれて、三色陣、水含む三色陣ということで、こちらのキャラを採用しております。リダフレには、富岡義勇さんですね。もうサビマコと言ったらおなじみのもう富岡義勇さんなんですけど、聴覚性はスキブプラスで、遅延6突。継承には、ブラックジャックですね。こちらのスキルがとても優秀で、覚醒無効全回復してくれながらダメージ吸収とかね無効にしてくれるので、6階層でねこの子で一つで、全部ことが足りるということでこちらのキャラを採用しております。バッジは一応スキブにしてます。はい、それでは実際に行ってみましょう。さあ始まりました。まずは、普通にサビマコを打っていきます。ここは普通に 2way、1個ずらしてあげて 2way 作ってあげて普通に突破します。はい、ここは簡単ですね。で、こっから、いろいろ大変なんで、もう本当にこれ周回編成って呼べんのっていう感じなんですけど、まあ、もしね、もっといい編成が見つかったら、そちらの方をもう一回紹介し直したいと思うんですけど、今回の編成では、はい、普通に使って、ここで、できるだけコンボ。8コンボぐらいかな ?8 コンボぐらい組めるといい。はい、でこれで倒していきます。で、7コンボで泥強が多いと 2A で倒せるかなっていう感じです。はい、でここは、6コンボ組んでいきます。まあ、コンボ加算もあるんでそんなにがっつりは組まなくていいんですけど、こんな感じかな。 L 字を含んでください。あ、落とし入ってましたね。はい、6コンボで倒していきます。まあ、7コンボでも、まあまあまあ別にもうそんな速さとか気にしないと思うんで、1コンボぐらいはいいかなっていう感じです。はい、ここはね、消せない返して、8コンボ組んでいきます。こんな感じかな。はい、1コンボ多かったですけど、まあ8コンボで倒せます。はい、倒していって5階層、ここはできればねロック解除したいです。はい、で今回は火が5個あるんで火の L 字でまずロックを一旦解除します。で、またロックされるんですけど、サビマコでねまた L 字を組んで、まあ少しコンボ入れておきます。7コンボぐらいかな。うん、7コンボぐらいで全然倒せます。さあ6階層、
6階層、ここね、ここ結構きつくて、ここほんとブラックジャックが適正すぎるんですけど、あとオリアとかだったかな。はい、それぐらいで、ここはいいんですけど、ブラックジャック使って、解除返して、吸収も返して、で、ここでまた、普通にコンボ組んでいきます。こんなもんかな。あ、8コンボもいらなかったかな。7コンボで多分倒せます。はい、突破してラスト。ここもね、無効貫通なんですよね。無効貫通にさらに超根性っていうね、かなりめんどくさいキャラになってるんですけど、はい、指は無効して、ここなんですけど、まずサビマコ打ちます。で、次攻撃してこないんで、水を溜めておきます。はい、で、またサビマコ打って無効貫通組んでいくっていう感じですね。まあこんな感じで5コンボとかで全然倒せます。倒せるっていうか、そう、あの根性発動させることが、はい、できます。で、次ですね、光花火にしてくるんで、サビマコ打ってから、悪魔の手の方、駿河だったかな、の武器使って、はい、ここのね、右上の水を持って、こんな感じで分割していきます。すると、ちょうど7コンボになると。OK。とまあこんな感じの立ち回りですね。はい、今のね、クリアタイムが4分22秒だったんですけど、まあだいたい3分から4分ぐらいかな感じですね。はい、またね、もっといい周回編成組めそうでしたら、またね、組んで動画上げ直していきたいとは思うんですけど、まあ基本的にね、僕はこれで回ろうかなと思ってます。はい、そんな感じでね、今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。またね、代用とか、もしね、僕が答えられる範囲であれば、コメントの方ねしてくれれば、また僕が返信していきたいと思うんで、まあ気軽にコメントの方はよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。